皆さんこんにちは、ジマです。今日は友達から届いた荷物を紹介したいと思います。というか、前回、友達の作っている月餅が食べたくて、でも自粛でなかなか買い物に行かれないので、ネットで買えるということで、昨日早速ポチッとしました。ただ早いですね。そんな感じで翌日に届きました。なのでいつもここですね、大珍楼さんです。いつも Facebook とかでは、届きましたって写真をアップしてるんですけど、今日動画で紹介してみたいと思います。開封します。でよく皆さんなんか YouTuber の人 やってらっしゃいますよね。こんな箱です。はい、開けました。こんな感じで入ってます。はい、月餅です。梱包材と一緒にいい感じで入ってます。何が入っているかというと、こんな感じの月餅で真空パックになってます。乾燥剤入っていて、3種類の月餅が入ってます。ミニ月餅です。めっちゃ美味しそう。ここの月餅大好きなんです。甘すぎず、風味が何とも言えないです。1つ2つ、これなんか真空抜けてますが、はい、3つ、そんなことないかな。はい、3つ買いました。1個500円です。なんてお買い得。うち3人家族なのでみんなで分けるのに3つ買いました。だいたいここで早速食べてみますとかいうのがありますよね。せっかくなので、ひひ、食べてみます。袋つけます。食べるの大好きなので、こういう食レポとかっていいですよね。手を拭いて、これいらない情報なんですかね、よくわかんないですけど、なんか3種類入ってるらしいです。皆さん、月餅って切って食べるって知ってました？私知らなくて普通にかぶりついてたんです。そしたら昨日の動画で、月餅は半分に切って4分の1に切って食べるって書いてありました。月餅です。包丁が今ないので割ります。ハスの実あん、こんな感じで中身入ってます。かじります。いただきます。おいしいです。甘すぎずほろっとした感じで、とっても好きな月餅です。ということで今日は月餅の紹介、ただ食べるだけの食レポでした。暇でした。